ヨットイムヤシです。キッチンミチです。はい、というわけで今回発売されますタッグボルト。いよいよ、はい、準備する発売です。発売です。わー、かっこいいね、このイラストもすごいいいし、そうですね、ピカチュウ&ゼックロね。いや、いいっすね。今回はタッグチーム GX というね、新しい、ポケモン GX 登場します。超高火力、超高耐久のめちゃくちゃ強い種ポケモンです。全部ね、6種類入っているそうです。今回はタッグチーム GX を宣言し、 はい、それを見事当てることができるかどうかというね、そういう感じで開封をしていきたいと思います。宣言したカードが当たんなかった方は罰として一人タッグ罰ゲームなんじゃそりゃ。早速開封していきましょう。見た一瞬はピカチュアのゼクロム GX です。やっぱり単純に強いですね。ヒッピヒグチはですね、ラティアス&ラティオス GX ですね。それじゃあ1パック、はい、開封していきます。はい、はい、行きましょう。フレッシュカーじゃん、はい、ストリーマン、あ、ポニータ、今回ね、XY シリーズに登場しましたけれど、サンドムーンシリーズ初登場なんで、やっとポニータデッキが組めるよ、ね、いいっすね。おー、あ、マサキの解析も強くて、これからサポートグッズいろんなものをね、持ってこえるんで、ね、かなり便利ですね。では化石の牙がですね、ポケモン GX、EX、年間で90追加で180出るんで、うんうんうん、今回なんかプテラ以外に結構化石ポケモン面白いのが多いって聞いてて、それも当てていきたいです。いいっすね、化石デッキとかちょっとロマンあっていいっすよね。じゃあ一匹いきます。はい、お、ペットベターはお、ギャラバー当たりました。はい、もらいます。懐かしの高速移動。そうなんですよ、高速移動持ってるんですよ。やっぱり高速移動はパワーアップして戻ってきた感じですよ。そうからね、いいっすね、うん。で、カモネギ、お、エリカも可愛いし、イラストも可愛いし、効果も普通に強いんですよね。いいですね、相手の場の数分だけ引けると、結構4枚とか5枚とか引けちゃったりする。お、パラセクト、はい、トニック奉仕、特性が強いですよね、うん、はい、ミニリュウ、可愛い、可愛い、謎の化石、これでプテラも進化できますね。ビリビリ玉に、はい、個人的には今回のね、一押しカードですね。ファーストコールがサポートを毎回持ってこえるんで、あの進化さえしちゃえば以降サポート使い放題って感じで、うんうんうん、超おすすめです。そうですね、はい、あ、ジャッジマンホイッスルもいいですね。これ強いですね。ジャッジマン持ってくれるんで、うん、これも結構ジャッジマンの価値が変わるかもかなと。ベトベト、おお、毒袋ね、うん、進化退化しても毒が回復しない、すごい毒好きにいいやつだ ね。で、穴抜けの紐で、マンキー、あ、ギャロップ、イエーイイエーイイエーイ、ギャロップ嬉しいの。もしくはアスタミ、ストレンジウェブ強いです。これ、あの超的は水エネルギーを3個までね、自分のベンチポケモン的につけると。はい、夏目ランジ、あ、これもいいよね。相手の手札を見ることができる、さらにサポート1枚選んでこのカードの効果として使うと、うん、キュウコン、あ、いいなぁ、キュウコン強いんだよね。強いですよね、2枚トラッシュする代わりに相手ベンチポケモンをね、そうそうそう、こっちで指定できちゃいますからね。で、ムキムキパッドを、はい、ね、これはあれですね、セレビー&フシギバナ GX と相性がいい、相性抜群、そう、EV& カビゴン GX とも相性がいい、そうですね、いや、いいですね、うん、あ、ケンタロス来た、怒りの森でね、これケンタロス GX 実質強化するカードって感じですね、うん、今度使おうと思います、最初に、はい、使ってください。アニドキングね、クイチャーズの井上さんが使ってて、うんうんうん、全員強かったですね。キングドラムマジでヤバかったです。お、ピッピはこの特性ヤメルが強いビジョン、強いよね、ヤメル、お、ファイヤー、すべてトラッシュしてそのまますぐ、お、これは相手のヤメルを削っていくやつですね。で、ガルーダです、うん、はい、マリアーダ、この回収封じ、これ強い、これ強いですよね。あ、おお、ペンジのトレーナーズレア出ました。トレーナーズレア今回から初めてのレアリティですね。そう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 、これかっこいいな。オムスター、お、化石のしがらみきた、これめちゃくちゃ強いと思っていて、超強い、ね、うん、そう、自分の場のポケモンが相手より少ないとき、相手は手札かグッズを出せないって言って、うん、ハイパーボールもミステリートレジャーも基本的に何も使えないから、うん、結構これ厄介ですよね。厄介だね、これね、うん、あ、おー、これが来た、エレキシェイカーが強い、進化してエネルギーを移動させまくられるんで、うん、ピカチュアのゼクロムジェクスでね、奇襲をするときに便利、全然あれですよね、タッグチームちょっと今回来ないですね。そうですね、うん、
パラス、そうそうしてね、はい、ミニリュウ、おっ、なんかさっきと違くない、ミニリュウ、ほんとだ、2種類おる、ほんと2種類いるんだ、リュウの1階の方のミニリュウ、ニトラム、うん、おー、あー、すげえ、やった、応援、応援が自分の手札にあるエネルギーをつける、いいね、だから2枚目はつけられるってことですね、うん、でダンププレス、うん、で相手が進化ポケモンなら120ダメージだから、進化ポケモンなら240ダメージ出せちゃうから、いい、ね、結構 GX ポケモンだったらね、いけますね、これやっぱり高校応援からの次の前にダメージエネルギーつけて、うん、メロドンプリンズ GX ですよ、そうですね、でこれ強いな、お、あ、ポケモン通信、いいの、これあれですよね、結構、え、これ欲しいカードですよ、これ進化デッキに絶対入れたいよね、うんうん、あ、スピア来た、道連れ針、いや、これマジでエグいっすよ、相手のタッグチーム GX 倒して3-1効果ですよ、わー強い、わー強い、9個、はい、お、フリーザー、フリーザードベル強いし、かっこいい、強いっすよね、バトル場にいると自分のベンチの水ポケモン全員はサポートの効果を受けない、だから要するにグズマーとかをね、はい、相手は使って意味がない、はい、アローラボローナ、そろそろ、そろそろマジで来てほしい、そう、割といきます、ゴルダック、あ、これ来そう、これ来そう、ニドラ、お、お、おラス、あれ、これ、イエーイ、おーしゃフルドライブ強い、150、エネルギーもつける、タッグオドジックスも強い、あー強いこれもね、言葉はいらない強さ、いやいいな、人影、おー、危険な花粉は相手をね、毒やけど混乱のね、うん、3つの特殊状態にするので、うん、かなり厄介だし、うん、あと HP270 っていうのを生かして、エバーグリーン GX も相手に180ダメージ与えつつ自分に全回復できるんで、きついね、これね、おー、アローラなし、はい、おエアロユニット GX を使ってめちゃくちゃエネルギーをつけた後にこのラスターパージ使うと結構エネルギー溜まっているから、なんか2回連続バーンラスターパージ打てたりして、なんかそうしたらもうあれもう試合終わってるじゃんみたいな、強いよね、めちゃくちゃ強い、強いんだよな、あー嬉しい、あーいいな、ココリザル、おー時は通り、自分の手札を1枚取らししその回好きな基本エネルギー持ってこれるっていうのにね、これ便利だね、はい、あ、ラスト1パック、ラストは同時にいきましょう、はい、せーの、はい、お、カメックス、山札6枚見てその中のね、好きな水エネルギーを自分ポケモンつけられるので、コイキング&ホイルを GX とかね、うんうんうん、結構エネルギー必要になってくるので、このカメックスと組み合わせていっぱいエネルギーね、はい、とか強いなって思います、で最後はラスイク、ラスイク、はい、っていう感じでした、はい、というわけで今回はいつでも有言実行でタッグチーム GX を当てることができました、うん、イゲームがどっちもクリアしたんですが、スーパーレアとね、ダブルレアの枚数的には、まあ、ポニテ1がちょっと罰ゲームのタッグをやるかなと思います、うん、じゃあ今回の罰ゲームは、はい、スーパーレアのセレビー&不思議な GX を当てたので、はい、GX 技を挑戦してもらおうかな、エバーグリーン GX 3、2、1、ほう、